<laughs> じゃあ大きな声で頑張っていきましょう <laughs> いきましょう <laughs> はい、えー、では Ruby2.6 で CSV が良くなったっていうかまあ我々がよくしたのでそれを自慢します <laughs> 自慢しますあ違う画面が映ってるなんということでしょう <laughs> えー、はい一番しますねで最初にちょっと大事な話をしておくとクリアコードっていう会社が Ruby 会議2019をシルバースポンサーとして応援していますああ分かってるそうそういうことですよ、はい、分かってきましたね、はい、じゃあ次いきますよはいはい P はカフェスポンサーとして Ruby 会議に協賛しています素晴らしい はい、そういうことです。えでわたまあ、今日は2人で話すんですけども、こっちの,あの動かない方ですね、今日、あまり動かない方はストールです。で、クリアコードというさっきの会社の社長で、あの今日紹介する CSV っていうライブラリーのメンテナンスにああ、1、2年くらい前からメンテナンス、メンテナーになりました。であとは レッドデータツールズって、まあ、最後の方にもちょっと紹介するんですけど Ruby でデータ処理をするっていうプロジェクトもやっててそれの一環でこの CSV のライブラリーを改良するっていうのをやっていますでもう一人ははい動く方ですが動く方は古橋和馬と言います、えー、私は浅草 RB とかレッドデータツールズという、えー、集まりによくいてコードを書いたりしています そしててスピーといいいう会社で働いていますまあそんな、ね、愉快な2人が今日は、えー、皆さんと楽しい時間を過ごそうというのがこの時間です <laughs>、えー、Ruby2.6 の CSV でどういうふうなのが良くなったかっていうのを、まあ、ずっと今日は紹介していきますでまず CSV というライブラリーは CSV をパースする機能があってそれが早くなりました早くなりました。 そうそういうことですよ、はいもう。すぐ忘れちゃうんだからみんなは。<laughs> はいえー、CSV、皆さん見たことありますかああります、はい、ありまますすよね。これが一番単純な CSV で、まあ、CSV の C はコンマなのでこういう感じでコンマで値が区切られてる CSV ですね。 でこれが2.5の時ときと2.6のときで速度がこのくらい変わってますで比率にすると1.7倍速くなってますすごい1.7倍、はい、こういうのがしばらく続くんで <laughs> あの皆さん胸の前に手をずっと用意したまま聞いててくださいねで今ちょっともう少し複雑になった CSV でこうダブルクオートで値が囲まれているパターンですねでこの場合でも 2倍弱速くなってます、うん、もう少しく複雑な CSV ですねあの <laughs> ダブルコートの中にクオ <laughs> カンマが入っているパターンですねこれは区切り文字ではなくて値そのものとしてカンマが使われるパターンですけどもこの場合は1.5倍速くなってますすごい さらに複雑な CSV。<ー>なんと1行1レコードではなくて、えー、各値のところに開業文字まで入ってしまうようなそんな CSV。で、この場合はなんと3倍弱も早くなっています。3倍で、すよであのいくつかクオートされた CSV 見てきましたが2.5の時は あの複雑になるほど速度が落ちてたんですね気づきましたかあそう <laughs> そういうこと, <laughs> あとう遅くなるんですよでも2.6だとなんと遅くなっていないえちょっと待ってください上のところ一番上のあこれですか はい、そこ遅くなってないですか。あ、ここ、はい。あ、よく気づきましたね。<laughs> そうなんですよ。遅くなってるんですよ。ここ。で、まあ、遅くなってると見るか。ここが早くなっていると見るか。これね、大事なところですよ。で、実は、これ早くなってるんですね。ここに最適化した処理が入ってるので。 普通その最適化を抜くと、まあこの三百三十くらいになるんですが、最適化しているのでこのくらいに早くなっている。早くなっている。ここ今、<laughs> はい。で、えー、今まではアルファベット、アスキーの文字だけでしたけれども、マルチバイトの時でも早く,、まあねまあ、くなっています。これはまあひらがなのあですね。その時はまあ一点七倍早くなっています。 おーで、まあ、CSV というライブラリはこうパースするのも主な機能ですけども CSV のこう形式でデータを書き出すのも主な機能の一つになってますでそれも速くなってますすごい書き込みもなんかみんな疲れてきたんですか <laughs> まだ朝ですよこれから皆さんこれ今日何回拍手しなきゃいけないか分かってます えー、CSV のライブラリには GenerateLine というあの便利メソッドがあって1行の CSV のデータを書き出すにはこれでパッと書き出せます。でそれに関して言うと2.4倍速くなっています2.4倍はすごいですね。えー、CSV のオブジェクトを作ってからこれ こなんて読みますか、古橋さんは。えれは、えーと、なんて読むんでしょう、左左シフト左シフトですか左。左シフトですか。左シ, <laughs> 左シフトで、えー、行を追、データを追加するときは、1.6倍速くなっています。<ー>なんか面倒くさいなぁとか思って生きてたりしません <laughs> なんか大丈夫ですかで、ええー。 ここで注目してほしいことがあるんですけれども2.5、えー、と2.6でも、まあ、2.6になる方が速いっていうのはまあ今見た通りなんですが、えー、この速度差ですねジェネレートラインっていう便利メソッドを使う場合と左シフト左シフト左シフト,左シフトを使う場合で10倍重なります桁違いますねもう桁違いますよこれは知ってました がっかりで,すよ <laughs> <laughs> でまあ1行を書き出す場合はこのジェネレートラインでいいんですけどもこう継続的に何行もデータを書き出す場合はジェネレートラインを使わないでください、えー、オブジェクトを作ってこう左シフトでーデータを書き出すっていうのをやってくださいそれだけでなんとすごい,い2.6にしなくても <laughs> <laughs> ああ えー、これフルエント d とかっていうよく使われているなんか高性能のアプリケーションでもジェネレートラインが使われてたんですけども、まあ、それもこういうふうに左シフトを使うことで速くなるのであの皆さんもし CSV を書き出す処理を書いたことがあるならあの見直してくださいいいですねもう今日これを覚えて書いてくださいね10倍ですからね、はい、じゃあ次はえー CSV のパーサーを書き直しています。書き直しましたねみたいなうししたそういう,こうフィードバックが欲しいですよ、<laughs> 今は。で、えー、これは、まあ、ちょっとなんすか、ね、こう書き直した成果を表あの自慢するためのサンプルのデータとして。 用意したものですけれども、これは日本の郵便番号のデータですね、この北海道から沖縄までいろいろ入っているやつですけれども、えー、これ、11メガ、12メガ弱あるデータですね、で、カラム数が15、で、行数が12万ですね。12<万>12万 でエンコーディングが CP932 で、まあ、いわゆるシフトジスと呼ばれているやつになっているやつです。程よく大きいですね。ねこれすごい手頃でいいですよね <laughs> いや。日本も捨てたもんじゃないですね、こういうデータを提供してるっていうのは。ケンオールこのケンオール、いわゆるケンオールですけども、えー、CSV でパースする時は、なんとこの 4E 値を使うだけで。 いい感じにパースできます。便利。便利。便利。で、2.5の時はまあ1.17秒このパースにかかるんですけれども、2.6にすることで同じコードが1.5倍速くなります。はい、皆さん多分年に1回ぐらいは見解をパースしてると思うんですけれども、<laughs> 年に1回は。 0.6秒くらいも速くなるすごいですねであの Ruby だけで書いた CSV のパース方法で最速な実装はこれですピュア Ruby <の>ですねこれピュア Ruby で Ruby だけで書いて最速になるのはこれでまあ E1 ラインで各行処理してで各行はスプリットで、えー、カラムごとに分けるこれが 最速ですただ、えー、とクォートがあるとこれではちょっとパースできないのでクォートがある CSV にはこの技は使えません制限がありますね、はい、でケインウォールはクォートがあるんですよ <laughs> なので使えないんですねこの技がなのでちょっとテスト用にクォートがないバージョンをちょっと用意しましたでこれはさっきのコードでパースできるのでこれの実行時間をちょっと見てみましょう ですねで、CSV のパーサー新しく書き直したパーサーですねにはこういうふうにクォートがないよっていうのをこうオプションで教えてあげることができますこれを指定するとなんとほぼ同等の速度になりますすごい <laughs> <laughs> まあこれ古橋さんが実装したところなんですけど。<laughs> す <laughs> すごいですよねこうライブラリ便利な機能を使いつつも最速の速度を叩き出せるこういうのを我々はこの1年やってきたわけですなので性能面の今いろいろ紹介しましたけど、えー、それをまとめると、まあ、パーツ処理に関しては、まあ、1.5から3倍くらいは速くなりますでちょっとオプションを指定する必要はあるんですけどもこう スプリットレベルまで早くできますで書き出す方も1.52.5倍くらいは速はくなりますで2.52.6関係なくなんですけど複数行書き出す時はあの左シフトを使うっていうのを覚えて書いて,てくださいね10倍ですからね、うん、これをやることによりこう我々の改善よりももっと速くなります 10倍レベルなので1.52倍とかそういうレベルではなく速くなるので、えー、活用してくださいでどうやって我々がこのような速度の改善をしてきたかっていうのを説明していきますでまずは複雑なクォートがある場合どうやっているかっていうのを説明しますで複雑なクォートっていうのはどういう場合かというとこのクォートが2個つながっている場合とかカンマが入っている 区切り文字ですね。区切り文字が入っているような場合、<ー>複雑ですよね。これね。複雑な気持ちになります、ね。はい。誰がうまいことを <laughs>。あの CSV はこうクォートに個つなげるとクォートをクォートするという意味になって、クォートそのもの何言ってるかわかりますか <laughs>。っていうのになる。まあそういう感じなので、まあ複雑ですよね。っていうものになってます。で、この場合はどうするといいんですかね。 そうですねこの場合はストリングスキャナーを使うと有効ですちょっとゆっくりしゃべりましょうか <laughs> いきなりこう、まあ、元気になったのはいいんですけどでもいいかなと思ってしまいました、はいはい、ストリングスプリットというのはすごく早いんですがストリングスプリットは複雑な強盗を処理するには単純すぎるというものなんですね見てくださいこれがストリングスプリットで実装していた時の サンプルコードなんですけれど、<構>上の方から行くと、行く行くかっちゃいますか。<ー>はい、ラインラインスプリットイッチで行を。 行ごとにループしてるじゃないですかあです、ね、でその後にスタートウィズでなんかダブルコートがクオートされているかどうかを見るじゃないですか。ここすね、でクオートされてたらなんかエンドウィズ、えー、ダブルコートで終わってるかどうかとか見るじゃないですか。すね、そしたらなんかループの最初に戻って <laughs> インエクステンデドカラムっんドす,すよ何言ってるか全然わかんなかったんですけど。 でしかもこれを見てくださいこの上から見るとなんかどんどん遅くなっていくじゃないですか下に遅くなってますね顔に連れて複雑だと遅くなっちゃうんですねこれは辛いですねせっかくスプリット使っても遅くなるんですかそうなんですねそういうケースがあるんですよ <laughs> なんでじわじわこう <laughs> 君たちは <laughs> えストリングスキャナー使ううとどうなるんですかこれ見てくださいススリングスキャナーのサンプルですよ。<laughs> えこれ上からじゃあ見ると、パース、カラム、バリューっていうのがあるじゃないですか、これでカラムの値取れますよね、カラムの値が分かったら、その時はもうカンマあるじゃないですか、カンマ,、ね、マがあったら、ね、最後には開業コードあるじゃないですか、ありますよね、普通ね。おわ分かりやすい。<laughs> これがストリングスキャナーバージョンです。えでもこのパースカラムバリューは難しいんじゃないんですかあそう思いますかこれだけなんですよ。分かりやすい。クオートされているかされていないかだけなんですよ。あクオートされてなかったらクオートされているか試すっていうことですかこれ。そう,そうです、そうです。分かりやすい。<laughs> でもこう それぞれモジュールにしたのを組み合わせるだけでこんなにかけちゃうなんてすごいですね便利ですよねでもこの中が難しいんじゃないんですかそう思いますかいやそうでしょうこれ見てくださいよわかりやすい <laughs> これだけですよこれはアンクォーティッドな時っていうのはカンマじゃないダブルコートじゃない開業のコードじゃないそういう特殊じゃないものだけを返す そしたらアンクオーテッドカラムバリューなんですよわかりやすい簡単でもクォートされたのは難しいんじゃないですかそれがですねなんとこ,れこ,こ,ここではクォートされているかどうかをまず見ますあ、ここですねはい。クォートされていなかったらクォートされている値じゃないからもう終わっちゃいますあ、わかりやすい簡単ですよね、はい、あとは、えー、こんなに簡単に書けちゃうんですかそうなんですよ ストリングスキャナーです。はい。<laughs> ストリングスキャナーすごいですね。これだったら、なんかメンテナンスしていけそうな気持ちになりますね。<laughs> そうですよね。<laughs> え、大事なところは何ですか?。はい。<laughs> ポイントまとめますね。ポイントをまとめると、複雑なケースにはストリングスキャナーが有効です。複雑なケースでストリングスキャナーを使うと、メンテがしやすいです。あ、これ大事ですよね。 そして、メンテがしやすいだけではなく、さらに性能も劣化しません。え、本当なんですか。ちょっと見せてくださいよ。どうですか。あ、本当だ。遅くな。見てください。これ上から。<laughs> 遅くなってない。遅くなってない。あれ、ちょっと、ここ、遅くなってないですか。<laughs> あれ、そうですか。いや、だって、五百五十と三百三十って、これ、結構違いますよ。いや、そうですね。ここはどういうことかというと。<laughs> <laughs> なんとシンプルなケースはまた別なんですね。あこれ何ですかじゃあちょっと私が説明しましょうか。えー、シンプルなケース、まあ、さっきはクォートされた中にクォートがたくさんあるとかカンマがあるとかそういうのを扱ってきましたが、まあ、こうクォート何もされてない場合や、まあ、クオートしてるだけという場合は、まあ、そんなに複雑ではないケースですね。この場合は まあさっきも見てないですね。え <laughs> ストリングスキャナー使うとそんなに速くならないんですね。な,なので、まあ、この場合は複雑な場合はストリングスキャナーのパーサーを使うけれどもそうでない場合は Ruby だけで書いて最速になるスプリットを使う。まあ、こんな仕組みを入れるだけで なんとこの何すかね1.5倍くらいは速くなる309から523220ぐらいが <laughs> それで速くなってたんですねこれを入れただけですよいやーすごいですね <laughs> なので、えー、まあその一般的に何でもかんでも上手にできるやつっていうのは えまあ速度が落ちがちになっちゃいますがもう単純なケースこの場合はもっと早くできるっていうのがある場合は、えー、それ用の最適化された実装を用意してそれが使える場合はそっちを使うで無理なら真面目にやってる方を使うっていう形にすることであの速度とメンテナンス性を両立することができるっていうことですね。皆さん今いいことを言ったんですよ私は。 はい、覚えて書いてください、ね。これは嬉しいですね。はい、あとは、ちょっとちまちましたことですね。あの、皆さん、ルー、無限ループを作るときはループドゥ書きますよね。あ、書かないの。はい。やんちゃさんだけ。<laughs> だけ <laughs> えー、まあ、書くんですけど、実はこれ、ホワイルトゥルーの方が早いんですね。あ、これ知らなかったんですよ。えー、知らなくていいです。<laughs> まあ、CSV のケースでいうと、まあ、1割、まあ、10%くらいは速くなる感じですね、うん、で、まあ、なぜ速くなるかというと、えー、ループ DO だと DO と END で囲んだところは新しいスコープができるのでその分 Ruby の処理系がちょっと準備しなければいけないのがオーバーヘッドになるからですただ速いすごい まあこれも覚えなくていいことなんですけどもえなのでまあ普通はそれがボトルネックになるくらいカツカツなループを書くことはないので普段はループを使ってください CSV みたいにもうここがボトルネックになってしまうみたいなケースでだけしょうがなくホワイルツルーを使うっていうのが正しい Ruby を書く人のあり方ですはい 本当これ大事なんでね,あのね。古橋さん、これ覚えたら全部ホワイルトゥルーにでもかんでも早くしてしまってね。そうじゃないだろうと。しょうがなくホワイルトゥルーです。いいですね。はい、で次がレイジーにする。えー、CSV の,のオブジェクトは、まあ、最初に えー、パースする処理が速くなったし書き込む処理も速くなったってこう2個紹介しましたけど読み書き両方できるオブジェクトなんですねなのでこのオブ,オブジェクトは、えーまあ、どっちが来ても対応できるように準備しておかないといけないわけですで2.5の頃はあのー、毎回すべて準備してたんですけれども2.6は必要になった時点で初めて準備するっていうような処理になってます それをすることによりこの書き込みのパフォーマンスが上がってますで、どういう風うにこれを読めばいいかというとあの読み込みのためのパワーセスのための初期化のオーバーヘッドだけでこの差が出てたっていう風うに読むわけなんですねはいはい読めました <laughs> 読めましたか古橋さんは <laughs> <laughs> 僕は読めましたけど、けね、皆さんどこですか、はい でまあ、これを実現する方法は、えーまあ、始め必要になった時におそのーパースする機能のオブジェクトを作る書き込むオブジェクトを作るっていうする、まあ、こんなコードを書くだけで OK です簡単ですね、はい、皆さんも明日からできそうです,、ね、ですよね、はい、ただこれをするためにはこのパーサー部分とかこういう処理を ととまとめにしてないとできないいでできわけです、ね、そのなんですか、ね、たくさんのメソッドにこうバラバラに散らばっているとこんなに単純には書けなくていろいろこう初期化されてなかったらどうこうみたいな、えー、条件を書かなきゃいけないんで、まあ、こんな感じでオブジェクトにある程度まとまった機能をオブジェクトにクラスを作っておくっていうのが大事ですなので余計なことをしないと早くなります 余計ななことをしない <laughs>、はい、いいですね。皆さんも余計なことはこれからしないでください。<laughs> で、えーまあ、パーサーを新しくしたことにより、まあ、今見たようなこう最適化だったりが簡単にメンテナンスできる形でできるようになってますし、さらに機能を加える、機能を追加するっていうのも取り組めるようになりました。で例えば、えー、バックスラッシュでエスケープをするっていう機能ですね。 これどういうことですか？これはですね。一つ機能を追加したんですけれど、元々 rfc 上定義されているのはこの wbrfc になってたんですか？そうなんですよ。知ってましたか？皆さん <laughs> それは読んだことないですね。<laughs> あるんですよ。そういうのが <laughs> それでですね。このダブルクォートダブルクォートというダブルクォートを重ねて書いた時のみ。こんな風にパース。 した結果としてダブルコートとして扱われるみたいな、えー、と約束があるんですけどなるほどそうは言ってもともと動いてたんですよね。そうは言っても RFC には明記されていないパースをしたいときもあるじゃないですかそういうときに使うのがリベラルパーシングというオプションで <laughs> あここれれですね、はい、これどういう意味のオプションなんですかえ 曖,曖,昧に曖昧にパースする曖昧にパーソするみたいな <laughs> まあそういう曖昧な説明で大丈夫なオプションですね <laughs> でそのリベラルパーシングオプションにバックスラッシュクォートというオプションを今回出しましたこれが新規なんですねはい新しい CSV だとこれが使える使えますなるほどそしてバックスラッシュクォートトゥルーとオプション指定したときに限りこんなふうにバックスラッシュダブルコートと指定すると ースした結果としてダブルコートが使えるようになりましたおすごい, <laughs> いや野生の CSV だとこういうのたくさんありますからねそうですねありがちですねもうあれ c 何それみたいな CSV ばっかりですからね野生にはあここに残らないんですあのこれストリングのリテラルあ残るあ残ってないんですね

新しくなったことでれは値の前後にある空白この場合だとこことここですねでこの場合だとここでダブルクォートの中のこれは、まあ、残るここで残ってますねというように良かれと思ってカラムの全 <laughs> 値の前後にスペースが入ってしまってる CSV はい、見たことありますよねまれにありますねはいこの場合でも、まあ、今までは、まあ、持ってきた後にストリップするっていうことをしなければいけなかったんですけれどもこのオプションを指定するだけでいい感じにそのダブルコートも考慮した形でストリップできるようになってます便利でさらにこれは使うかどうか分かんないんですけども、うん、できちゃったので 作っったた <laughs> できちゃったの、ね、文字を指定するとその前後その指定した文字を取るこれもともとはあのクオート文字をここに指定してクオートチャーにるとこれを組み合わせて早くならないかなっていうのをちょっと試した時期があってそのために入れたんですが。 えー、このスプリットで試して <laughs> 複雑だったらフォールバックするのほうがよっぽど早かったのでお蔵 <laughs>、まあ、入りだけど一応残ってるっていう形の機能ですね使いたいときは便利かもしれないですねでまあ使ってほしくないですね <laughs> <laughs> えーまあ、そうですねで、まあ、こんないろいろ改良してきたちょっといいです えー、改良してきた CSV ですけども、えー、大事にしていることがあって、えー、後方互換性を維持することなので速くなったけど動きが変わったっていうのは、まあ、バグとして扱ってますなので単純に速くなったっていうのを目指して開発していますでそのために、えー、我々が取り組んできたことは、まあ、テスト テス,ト群ですね、テスト群をこう整理してメンテナンスしやすい形にしたっていうのとベンチマークを追加したっていうのをやってますしましでテストに関して言うとあの非互感が意図せず非互換を入れてしまったっていうのを自動的に検出するために非常に大事にしております、はい、大事どうよね CSV あなたの知らない CSV の機能は絶対あるんですよ <laughs> <laughs> びっくりししまた、ね、高速化してリリースした後にこの機能動きませんみたいなのをもういくつかもらってるんですけども、はい、<laughs> え何その機能っていうのを思いながらこうやってたんで、まあ、こういうのがないと、まあ、その網羅するのは絶対無理なので、えー、大事ですでまあそれを継続的に改良して増やしたり直したりしていく必要なのでメンテナンス性がすごく大事になります大事 でメンテナンスしやすい状態にするためには、えーまあ、いろいろあるんですけれども今日は説明はしませんはい気になった人は直接聞いてくださいテストに関してはいろいろ思うところはある人です <laughs> 私は詳しそうですね、はい、よくご存知で <laughs> <laughs>、えー、あとはベンチマークも大事ですよね ベンチマーク大事ですよ。すね、どうして大事なんですか？はい、ベンチマークがなぜ大事かというと、性能劣化バグを検出するために重要なんです。なるほど。これどうやって実現しているんですか？はい、まず説明しますね。ベンチマークドライバーという。早くない <laughs> ちょっと落ち着いてくださいよ、自分のターンになっても。<laughs> ちょっと意気込んじゃいましたベンチマークドライバージムというのをまず使っています <laughs> 便利そうな名前ですねそうですよね便利そうな名前ですね、はい、すごく速そうな名前でもありますね <laughs> 速そうあまあ、ドライバーがね早そうな感じはするかな、はい、<laughs> ベンチマークドライバーっていうのはどういうものかというとちょっとこの前のページに書いてあったんですけど Ruby3x3 のために必要な機能が揃っているベンチマークツールです もう少しゆっくり喋ってもいいかもしれないなっていう気持ちになりますねなるほどそんなベンチマークドライバージェムを CSV で使っている理由というのがありますすどうしてですかそれはですねまず1つはやむるインプットができるんですねやむるによる入力が便利というのが1つですー Ruby で書きたい気もしますけどね うん、その気持ちもまあ,ありますけど、やむら便利ですよあ。そうなんですか、はい、<laughs> もう1つは、これは大事なところで、複数のジェムのバージョンで比較可能です。あこれは便便利利そうですね便利なんですよなんで複数のジェムのバージョンで比較したいかというと、それが性能劣化を検出するためなんですね。いやこれれ大事ですねそれは ここでサンプルをもとにどういう感じかというのを説明したいと思いますベンチマークのこの左側のこれが YAML ですあこれですね、はい、確かに YAML ですねこれはこれの YAML ですよね YAML ですねこれはこれの内容がねえなって思ってるんじゃないでしょうねコンテキストジェームズのあたりに注目してくださいここですねはい、はい 注目しましまたここです、GEMSCSV3.0.1 と3.0.2がありますね。そして、その下にマスターもありますね。ありますね。こんな感じに YAML を指定すると、この右側のこれが出力結果なんですけれど、これですね CSV の各バージョンごとに出力されちゃうんですね、実行結果が。あ,こ,こ,あこれは便利ですね。見やすいですよね。うん 3.0.1はど,れにどのバージョンに相当するんですかここで言うと3.0.1は Ruby の2.5に相当します。あなるほど。3.0.2は何なんですか ?3.0.2 は Ruby の2.6に当たります。じゃマスターは <laughs> マスターはですね、なのでちょっともうちょっと頑張らないといけない感じになっていますね。<laughs> なるほど。はい まあでも2.5より速くなっているっていうのを確認できますね、簡単にね。そうですよね便利ですね、確かに。そして CSV の CSV リポジトリのベンチマークディレクトリーというのがあるのですがその中にそのベンチマークの実行どういうベンチマークを取るかという、えー、要素ごとに YAML ファイルが分かれて置いてあるんですね。 いいいっぱいありますねはい、これだけの今、ヤムルファイルが置いてあります。うーんそして、ヤムルファイルが置いてあるということはどういうことかというと、そ,そ,の,その要素について、我々は性能を気にしますということでもあるんですよね。ああそうですね計測できないとなかなか忘れちゃいますもんねそそうなんですよそこでですすよこね。 これは僕はいい考えなんじゃないかなと思っていることが教えてくださいよ一つあるんですよ。それはですね、CSV の、例えばですよ、CSV の開発に参加したいなっていう気持ちがあったりしたときにえ今、どのくらいそんな思ってる人いるんですかはおすごい上がってますね。あ、よかった。そんなときにですね、例えばベンチマークの追加。 さっきの例で言うと、やむるファイルの追加とかですよね。そういったところから始めるのは、どうでしょうか。良さそうじゃないですか。いや、手を動かすのを待ってますね。皆さんの。ね、拍手するって意味じゃないですよ。今は、まあ。<laughs> <laughs> コード書くって意味ですよ。いや、やむる書く。あとはですね。はい、そうやって、ベンチマークが、足されたら。あのー。なんだ、その。 ファイルがあるものについてはそのケースについては性能を気にしますからあの CSV CS ライブラリーがどんどん良くなっていきますきっと。この CSV 早くなってほしいなというのがあったらぜひ YAML ベンチマークのこうパターンを送ってください。はいえ でまあ、この新しく改良された CSV を使う方法は Gem インストールするだけでいいです。おとといリリースされた Ruby2.6.3 にもこう最新のバージョン入っているので、まあ、Ruby2.6.3 を使うっていうのもあるんですけどもやむを得ず使えない場合はこれを使えます。っていうのは、えーまあ、それはいいですね。説明は省略して、まあ、今後の話をちょっとして終わりにしますね。 でまあ、もっと早くしたいなというふうに思ってて、えー、CSV だけで、まあ、今まで割とやってきたんですけども、まあ、そこではもう収まりきらなくなってきてるのでその周辺のところも早くしようっていうのを取り組んでますで一つが、えー、ストリングスプリットを高速化しようっていうやつですねでスプリットいろいろあるんですが詳細はこちらこちら Ruby のー出したのレポート 古橋さんが、はい、あの登録したあのフィーチャーリクエストですけど、まあ、それを使うと10倍弱速くなるっていうのがあります。はい、えー。ね。<laughs> はい、こちらです、はい。あとはストリングスキャナーも速くするっていうアイディアがあって、まあ、この場合だと1.25倍速くなってここにあります。で、まあ、今はストリングスキャナーのメンテナーがいなかったので。 私が引き取ってよくしていくことにしました。すごい。はい。すごいで。あと、もっと早くする方法として、今 Ruby レベルでは今 CSV のパーサーも最速です。でそれより早くするためには、まあ、C で書かれた FirstTestCSV というライブラリがあるんですけども、まあ、それを使うと早くなりますで。ただですね。 まあ、CP932 っていうエンコーディングなんですけど実際使う時に UTF8 にしたいっていうのもまあ普通によくあるだろうとは考えられるんですねそれ変換すると、まあ、そこの変換のコストが0.6秒これかかってるんですけどそのパースするのよりもちょっと重いっていうか、まあ、それと同じくらいとかかかってるので今はこっちがボトルネックだなという風なのが見えてきてます。 でえー、参考のために他の実装と比較するとですね、Python にも CSV のライブラリがあって、まあ、これ C で実装されているので、論理的には、論理的、理論的、まあ、なんかそのこのくらいは早くなってほしいだろうなっていうレベルでは、ファーストテスト CSV と等々なんですけど、UTF-8 にするとまあ全然レベルが違う。で、Apache Arrow っていう、わしが押してるやつを使うと、さらに早 Python のやつよりも早くすごい,、はい。Apache Arrow、Apache Arrow、Apache Arrow。 はい、最近よく聞きますね、はい、なので、まあ、我々が今後やるべきだな、まあ、皆さんと一緒にやるべきだなと思っているのは、まあ、Ruby の,のエンコーディング変換周りの高速化が必要じゃないかっていうのを思っていますあとはまあちょっと C でシンプルな場合のパーサーも書いてもいいかもなっていう気持ちにちょっとなってきましたあとは XML のパーサーも同様に早くしていきたいと思っておりますなので皆さん一緒に是非開発していきましょう で、我々レッドデータツールスっていうそのデータ処理関係のことを改善するっていう集まりもやってるので、まあ、今日の午後にもその枠が1個ありますし、えー、夜にはコードパーティーっていう形でコードでえー皆さんやるまいい感じにやりましょうっていうのもあったりするので、まあ、ぜひそういう形で一緒にやっていきましょうで、まあ、時間があったらこのコードパーティー 今これ SP さんがスポンサーなんですけど他のスポンサーの人たちもコードパーティーやればいいのにっていう話をしようと思ったんですがもう時間がないのであのスポンサーできてる人はちょっと私のところに来て何を言いたいかを後で聞いていってください、えー、まあ、そんな感じですね今日は何か言い残したことありますか一緒に開発しましょうはい じゃあ皆さんの一緒に行動をかける日を楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。